まあ、親友であり戦友であり苦楽を共にした仲間である香川の長友も話しています。その2人での2人のピッチの戦いも今日は楽しみです。長友、ディエゴ・リベイラへ、進藤、ディエゴ・リベイラ、ここ入ってきた、左足シュート、松木玖生先制ゴールは松木、松木玖生のゴール、今シーズン初ゴールです。左足一閃、先制点は FC 東京。いや、このシーン、はい、長友選手がリスタート早く使ったんですよね、このディエゴ・リベイラ選手の裏を狙った球なんですけれども、そこをしっかりと体を使ってディエゴ・リベイラ選手がマイボールにしたところで松木選手狙ってましたよね、このスペースをしっかりと入っていくことで、お得意の左足にボールも置けてますし、ファーストタッチもいいところだったので、もう得意の左足に持っていけたっていうのが、やっぱこの大きなゴールの要因になると思いますね。ここでのファーストタッチが良かったですね。中央、上条、パスを出したカプシャーバー、カプシャーバー、そして船木、マイナスのパス、こぼれ球、渡辺亮、徹底的でした。まあ、ここは渡辺亮、そして上条、カプシャーバが左から来る、そのカプシャーバ、カプシャーバシュート、野沢、角度のないところ、しっかりとニアを切っていました。平からの縦パス、ジョルディ・クルークス、スルーパス、上条、上条左足、カプシャーバ、柔らかいボール、逆サイドヘディング、これも野沢、マイクマのヘディングシュートも野沢対応。矢野シューバー、矢野シューバースピードある、中に切れ込んできた、切れ込んできてシュート、もう一回、おお、これも決まらなかった。よくゴール前守りました。最後は飛田ひなたでしたね。で、ここで笛が鳴りました。0対1 FC 東京勝利。勝ち点3を取ったのは FC 東京。